例年より早い冬の季節を迎えて、夏の騒がしさが夢のような河口湖。遊覧船も寂しい運航ぶりです。夏の終わりに人身事故のあった忍野村の忍野八海周辺も人影はなく、雪に埋もれています。しかし冬本番を歓迎するのは観光施設。富士吉田市にある富士急ハイランドはレジャーとスケートをドッキングさせてお客を待ち受けています。週末に行われるオールナイトのスケートは若者に好評のようです。一方、昨年富士山の麓に開設された富士天神山スキー場も今年の早い雪に大喜び。昨年はオープンしたのに雪不足で困った経験から、今年はスノーマシン、圧雪車、スノーガン30台などを用意して万全の構え。圧縮空気と水を混合してアスピリンスノーを作ります。湿度 80% 以下、気温マイナス2度以下で作業を開始。雪作りに徹夜は当たり前とか。レンタルスキーも一流品を揃え、ドライブついでのお客さんもどうぞという営業方針です。リフトも4人乗りの高速リフトを中心に準備され、12月中旬のオープンを前にゲレンデの点検整備が連日続いています。東京近辺にスキー場が増えて、スキー客の争奪戦も激しくなり、スキー場経営も厳しい季節を迎え始めたようです。